今日はキーパーグローブを使うメリットについて話したいと思います。フットサルは、キーパーグローブを使う選手が少ないというイメージが多い中で、ここは普段のトレーニングの中でキーパーグローブを使用しています。主に使っているグローブはもうフットサル専用のグローブ、そしてこのハーフフィンガーグローブ、指先のところだけない、グローブになってます。これがフットサルの専用のグローブ。あとは、普通のサッカーのキーパーグローブも使用しています。グローブを使うメリットとして、まず一つ目は、これは一番のメリットになると思うんですけど、手の保護になるというところです。至近距離からたくさんシュートを打たれるフットサルという競技では、手を怪我してしまうリスクというのはすごく高いものになっています。自分の手を守るということをまず考えたときに、しっかりグローブをつけてプレーするということはすごく大事なことなんじゃないかなと、思いました。普段のトレーニングではキーパーグローブを使用して、試合の時はグローブを外して、プレーをしています。また冬の寒い日にグローブをつけることで、これも手の保護になると思います。寒い時に手が寒いままシュートストップなどをしてしまうと、手の怪我、指の怪我につながってしまうので、グローブをつけることで手を温めながらプレーをすることも可能です。僕も初めはグローブをつけることに抵抗があったんですけど、長くプレーをするということを考えた時に、このグローブを使って怪我のリスクを少しでも減らすことが自分の選手生命というのを長くすることにつながるんじゃないかなと思ってグローブを使用しています。前回挙げたことのあるテーピングなどもすごく大事なことですし、こういうグローブなどの道具を使って自分の体を守るということも選手としてすごく大事なことだと思うので、ぜひ試してみてください。僕が使っているこのフットサルグローブの URL を概要欄に貼っておくので、気になる方はぜひそこから見て試してみてもいいのではないかなと思います。今回も見ていただいてありがとうございました。